皆さんこんばんは、オーシャンです。本日はですね、かなり久しぶりの、投稿になってしまったんですけれども、今日はですね、我が家の、チンチラの男の子と女の子の、なんとなくの性格の違いみたいなものを、ご紹介できればなと思っております。こちらの、ページですね、参考紹介さんのイージーホーム、80杯ですね、に男の子と女の子現在2匹、ちょっと繁殖を目的に入れてはいるんですけれども、こちら寄ってきた子ですね、シナモンカラーの、男の子ですね、ホアちゃんと言います、ね、もう4歳になりましたけれども、結構前からね、撮影をしておりまして、我が家に来た時から撮影には出てくれてたかな。こちらが、ね、男の子ですね。でこちらの白い子が、女の子ですね。モザイクの、女の子ですね。ココンちゃんと言います。でココンちゃんはちょうど2歳ぐらいですかね、今ね。でですね、チンチラはですね、よく男の子の方が懐きやすいというふうに言われているんですけれども、我が家のチンチラはそんなに大きな違いはなさそうですけれども、やっぱね、ちょっとした時にこの手をどかしたりとかっていう動きが多いのは女の子の方かなと思います。うちにもありがたいことにね、ケージ開けたら結構近くに寄ってきてはくれるんですけれども、いかんせん結構な女の子で、結構ワイルドなんですね、こんな感じで。手どかせみたいな感じで。男の子の方はね、あんまりそういうことしないんですよね。そこが若干の違いかなとは思いますけれども、2人とも、2匹ともね、結構ワイルドなので、2匹一緒にもう外に出るともうしっちゃかめっちゃかになりますので、なかなかお散歩がね、結構大変ではあります。ただね、両方とも、人慣れはしているので、そういう面での苦労とかはないかなと思いますね。あとね、ココンちゃんがまだ繁殖をしたりとか、妊娠の期間に入っていないので、そういうところでの気の荒さみたいなのをちょっとまだ感じたことはないですね。ただね、2匹とも言えることはね、非常に落ち着きがなくてですね、ご飯が大好きということですね。もうおやつご飯最優先という感じですね。で結構ね、最近ここにこの人の指をこう払いのけてカジカジっとするのがちょっと好きみたいで。フォアちゃんとかね、他のダン君にはあんまり見られない行為なので、女の子らしさと言いますかね、結構おてんばな、ね、ところが見えるのかなと思います、ね。あんまり参考になりませんね、2人とも。ベタベタ来ちゃって。でそうだとね、フォアちゃんはこっちに来て、あなたはここでとどまって、あんまり来ないっていうのを撮りたかったんですけど、もう全然関係ないですね。そういう風に撮れるかなと思って、ご飯タイムも終わらしたんですけど、もう関係ないようですね。こうやって慣らせばね、もうオスメス関係なく、非常に懐くと思いますので、そこはね、そんなに男女別での心配はしなくてもいいのかななんて思っております。ね。何もご飯食べたでしょ？それでこんな感じで。でも、ポワちゃんの方がこっちに来やすいかな。この動画を見て、軽く判断していただけるといいかなと思います。他の、チンチラ飼ってる方だとね、結構ね、落ち着いて膝の上に乗ったりみたいなのがあるんですけど、我が家のね、チンチラはね、そんなことはできません。非常に落ち着きのない、3匹でございます。またあと1匹も後日紹介しようかなと。ね。お？ね。こんな感じで、ポワちゃんとココンちゃんね、紹介をさせていただきました。それではですね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。うわ、ひどい。